国際連合ジュネーブ事務局国際連合機関とは国際連合を構成する6つの主要機関と補助機関を呼び国際連合と連携関係にある国際機関の総称である国際連合と連携関係にある国際機関のうち特に国際連合との間で連携協定を結んでいる機関は専門機関と呼ばれる国連の中心をなす6つの機関である 決議の拘束力は国連の組織内にしか及ばず、加盟国に対しては韓国に止まる。そのため、決議が加盟国を法的に拘束する力を持つ唯一の主要機関である安全保障理事会が事実上の最高意思決定機関となっている。国際連合総会へ直接報告する組織、専門機関や関係機関とは異なる。 国際連合の内部機関である。直接、国際連合総会に報告する。国際連合総会の決議によって設立される。計画と、基金研究所、研修所その他国際連合の専門機関については、国際連合憲章第57条に定義がある。経済、社会、文化、教育、保険などの分野で、広い国際的責任を有する国際機関のうち、 国際連合と連携関係を持つものとされている。第63条では、経済社会理事会は、専門機関との間で、連携関係についての条件を定める協定を締結することができるとしている。この協定を、連携協定と呼んで、これを結んだ機関が厳密な意味での、専門機関である。専門機関には、国際連合よりも古い歴史を持つものがあり、例えば、 国際労働機関は1919年に国際連盟と同時に設立されて国際連合の発足後に連携協定を結んで専門機関となった。個々の専門機関に関する条約を批准することにより国際連合非加盟国であっても専門機関には参加できる。関連機関とは国際連合との間で連携協定を結んでいないが 総会、安全保障理事会、または、経済社会理事会への報告を行うなど、国際連合と密接な関係にある、国際機関である。ありがとうございます。